はい、今日は飛鳥にやってきました。さあ、でどこでしょう。なんでわかるか。わかりますね。今日はね、ちょっと暑いんで上着脱いで歩きますわ。今日はリクエストは展望台と石舞台古墳でございますからね。まず展望台から行ってみましょうかね。何にもないんでございます。この上にね、この上どの辺かな、この上に展望台があるんですよ。ちょっと行ってみましょうかね。展望台ほとんど見えなかったんだけど、何だろうな。そこ何がいいんだろうね。はい、一応要望ですんで行ってみましょう。リクエストがあったんで、ね、行ってみましょう。あら、ここに入られるのかね。展望スペースが設けてもらったんだけどね。はい、じゃあ気を取り回して階段を、あの尾根の上がなかったらね、ちょっと右に行ったところだな、展望台があるのは。来たところでございますからね。曲がり階段よ。大きな石がここに掴むのかね。ほんで稲口を見てみましょうか。あら、宮殿跡見えないのかね。残念でございました。宮跡ぐらいがでした。宮跡も何にもないしね。こっちやな、東は右か、右やな。40メーター、すぐやね、40メーターやったら。もう来て3、4年前かな。あの雨、土砂降りの中、上がってきた記憶がありますわ。じゃあ、ここは展望台で大ですか。あなた、学者の方？学者の方？いや、装備は学者の装備してたから。え？収集か。なんか取れましたか？あ、鬼の接近がもう。まだ違うんです。ごめんね、大阪から来てるからね、しょっちゅう来とんだけど、ちょっとまだぎっちりわからんな。かなり回ったんだけどね、名所旧跡ありますやろ、はい、そこの降りたところに石舞台とか、このね、東西稲吹の展望台、それから古墳がいっぱいあるでしょ、はい、これあのわしが取るなんかこの、これも飛鳥村やろ、はい、健康水がここんちの、まあ、これ綺麗になったね。ここから見えませんか。見えないですね。これ綺麗やわ。え？高松塚やったら見える。だから古墳と思えて言うからな。ほら、これええわ、この石は。最高。ここは古墳じゃないんだろうな、ここ。ここは古墳じゃないです。うん。人が住んでした。えら、すまんな。中学生。はい、な次は。さて。次は西展望台行ってみようか。よいしょ、はい、西展望台行きましょう。あんな見てたかな。これ初めて来た時はもうなんか嘘としとったんやけどね。全部切ってくれたんだろうな、木な。この辺がね、土のうがいっぱいつながったな。記憶残っとるけど、これいいね、最高でございます。
しょ。今のは東展望台やから、次は西展望台行ってみましょうか。稲吹がちょろっと見えるぐらいか。お、広場、展望台、自転車置きは。こんなとこ自転車で来るのかね。これ大変やわ。こっから上がってこらへんぞ、自転車はな。これだけんのか。乗るもんなかったな。はい、上がってみましょう。西展望台は見られない。西展望台はどこでもないのか。まだかね。休憩で、休憩場所でね、後ろを見たら何もないね。あれ、降りるやん。あ、下ってますね。ちょっと上に上がってみましょうか。 50m。 ほら、ここみたいなのがあるぞ。あれ、ここ展望や。展望台ですか。さあ、どこが見えるかね。西展望台。これよく見えるわね。この季節どうやったかね。雨降ってたからあんまり覚えとらんな。みなしさん、それでも視界悪いね。皆さん、飛鳥寺はどこや。飛鳥寺、棚田百選、稲の字の棚田。ここから撮ってんの。あ、ここから撮ってんの。よし、ここ撮ってみましょうか。見えないか。ジャンボカガシは見えないな。見えませんね。これ降りたことな。こっち行ってみるか。トモクトキトレア、アスカの宿、岩戸荘。こっち行ってみましょうかね。これは変えないとな。こっちの方が行ったことないからね。ちょっと行ってみましょう。あんまり関係ないよね、この石は。岩淵の宮殿跡、450m。 はい、行ってみましょう。この辺もちょっと工作してないね。するけど違うかね。これ石もいっぱいあるぞ。ほら、ここみたいにほんまにね。掘ってみようなあかんじゃん、これなあ。いや、ここ苦い経験ある。ここね、ここ苦い経験が。あの広い道が降りてきたんですね、あれはな。これでいて、どっかで U ターンすればええのをね、ずーっと突っ込んだもんで、ずーっと突っ込んで。